祭り王女の敵はこもって出てくる。拠点を落とし揺さぶりをかけるとしよう。私は兵糧庫を落とし、地味な役目は若者には退屈だろうからの。敵はまだ防備を固めきっていない。迅速な攻めが計算だろう。拠点だ、速攻で落としてやるぜ。 恥をかかせる気か。 勝手に出た腕に巻き寄って正しく待機しておればよいものは。敵将は討ち取ったぜ。あの大使者がやられるとは。策よ、早急にあやつらを止めるのだ。 敵を引き出すことに成功した。策勇と説明を倒し、祭り王女を確保せよ。ここまでか。来い、我が治癒で葬ってくれるわ。 我が軍のものとなった。次は竜陽のいる本陣を目指すとしよう。鮮やかだな孫作。これより先へは行かせぬ。 世に笑われる。なんだ貴様らは。ここは絶対に渡さんだ。大指示か。悪いな、ここを通すのだぜ。強いな、俺と戦えて。お前決心ぜ大使。死んだやつ。
お前と戦っていると俺まで下にってくる。さすが孫策といったところだ。天下へと進む孫策を支えるのが私の役目。共に進もう。どこまでか。かかってね。今のお前たちは袋のネズミよ。なんとか太子陣を退け、敵本陣へ向かうとしよう。押し込められたな。急ぎ敵を倒し脱出せねばの。鮮やかだな孫策。ここは引く。こんな奴に勝てるわけねえ。俺が悪かった。降伏する。この先は南門から進んでくれ。本陣の裏手に出られるはずだぜ。俺が最後に一個の武人として勝負を挑もう。門が開いた。いざ竜陽のもとへ。熱火天道客だ。お見事。やっぱやでも真似できませんな。伝来の地返してもらうぞ。やりましたな孫策ども。
竜陽殿、すまぬ。俺は武人として、男として堂々とありたいのだ。ゆえに、今日からのこの命、孫作殿に預けるのだ。ありがとうよ、太子爺。見よ、孫作。これが君の地、そして君の将兵だ。ああ、ようやく実感が湧いてきたぜ。俺は立ったんだな、孫家の王座として。みんな、今天下は乱れちまってる。正直この先どうなるか分かんねえけど、いや、だから俺はお前たちと一緒にやれるところまでやってみて。行くぜ。後藤五軍に尊敬あり。俺たちは孫武だ。おー